本港での東余るは、飯野商事及び飯野海運におけるタンカーの鮮明である。川崎型輸送船の第一船として巡航した初代と一トルコリラ型戦時標準船の一隻で、南号作戦成功船の二台があった。明治以来燃料輸送と妊婦受け負いで、日本海軍と深いつながりのあった飯野商事は、特務艦、 野間の払い下げを受けて、日本岸都市、外交タンカー業界に進出した。ついで優秀タンカー建造保護政策に向応して、富士山丸を建造し、2隻運航体制とした。EE の商事ではさらにタンカー不足の気配を読んで、もう1隻のタンカーを建造して3隻体制とし、日本側とアメリカ側に、それぞれ1隻ずつ配して、あとの1隻は太平洋横断中。 という体制を計画する。折しも、古船を解体して優秀船を建造する船舶、改善女性施設が1932年から始まっていたが、女性施設で大体建造される優秀船は、当初、貨物船に限定されていた。そこに、日本海軍が口を挟み、飯野商事にタンカーを建造させることとした。そのうちの一隻が、東亜丸である。しかし、 そうして建造されることとなったタンカーは、本邦輸送船の規範などとも称された、富士山丸の同型ではなく、建造所は、張馬造船所でもなく、この時点では民間向け大型タンカーの建造実績がなかった川崎造船所が建造することとなった。後に、川崎型輸送船とも称されるようになるタンカーは、完成本部の指導のもとで建造が進められることとなった。 当アマルは1933年11月25日に川崎造船所で起港し1934年4月2日に浸水6月23日に竣航した当アマル建造と引き換えに解体された古船は以下の通りであった竣航後は主に日本海軍向けの石油輸送に任じ、1935年9月には短期間ながら 特設給油船として徴用される。昭和9年から1941年8月までの間、東亜丸は67航海を行い、725,889トン強もの石油を日本に輸送した。東亜丸は昭和16年9月1日付で日本海軍に徴用され、ついで9月20日付で特設運送船として入籍クレチンジュ付石となる。 9月20日から10月15日まで、呉海軍交渉で特設運送船としての偽装工事を受け、第6艦隊に補給部隊として配属される。1942年2月1日のマーシャル・ギルバート諸島軌道空襲の時には、クエゼリン艦賞停泊中だったが、機銃を装備していなかったので手法の8センチ砲と小銃で反撃を行った。 4月11日以降は連合艦隊主力部隊の補給部隊に回り、5月からは石油生産地からの石油乾燥任務にもついた。6月5日のミッドウェイ海戦では主力部隊第二補給隊として行動する。昭和17年秋からはソロモン諸島方面に進出するが、12月10日にショートランドで爆撃を受け、資金弾で損傷。日本本土に開港の上、 修理が行われた。修理後は再び、タラカン島、バリクパパンからの燃料輸送に従事。1943年11月22日に、第三艦隊、第二補給部隊に編入され、翌11月23日に駆逐艦、修運の護衛により、クエゼリンに向かう。しかし、2日後の11月25日午後、遠余ると、修運は、アメリカ潜水艦、 C ブンの発見するところとなる。C ブンは魚雷を4本発射し、うち1本が、東アマルの機関室に命中して、北緯08度31分統計158度00、分、北緯8.517度統計158.000度、8.517158.000の地点で沈没した。指揮官の苦島主義を体裁か、船長を含む、 乗員117名は、周運に救助された。1944年1月5日に除籍、海洋。伊沢徹大佐。1935年9月13日。横山八太郎大佐。1941年9月20日から1942年11月2日。来島修雄大佐。 1942年11月2日から1943年5月25日、苦しゲオ大佐、1943年5月25日、太平洋戦争時に制定された戦時標準戦のうち、イーノ海運にはタンカーばかり25隻が割り当てられた。そのうち、一トルコリラ型は4隻が割り当てられ、3隻は東方丸にあやかった国の入った戦命となったが、 残る一隻は、東亜丸と命名された。これが、二代目の東亜丸である。二代目、東亜丸は一トルコリラ型戦時標準船、第14番船として、初代の東亜丸が沈没して、およそ1週間後の昭和18年12月1日に、川崎重工業で寄港し1944年4月10日に、浸水、5月25日に竣工した。 建造日数は176日で、同系船18隻中14番目と遅い日数であった。6月3日、東亜丸は未霊5船団に加入して、伊万里湾を出港し、ミリ経由湘南に向かう。途中で未霊5船団と分離してミリに到着し、6月25日ミリ出港のミシレ霊3船団に加入して6月30日に湘南に到着した。 都は7月14日湘南発の日68、船団に加入して北上し、8月3日に文字に到着した。ついで8月25日文字出港の日73、船団に加わって南に下り、9月5日に湘南に到着。日本への2度目の石油輸送を行った後、11月14日には、日81船団に加入。81先端は、道中。 陸軍クーボ、秋津丸、クーボ、新高及び陸軍特使船、マヤヤママルが潜水艦からの攻撃で沈没する被害を受けたが、東アマルに被害はなく、12月4日に湘南に到着した。日と加入した日84戦団で1945年の正月を迎え、1月13日に文字に到着した。東ア丸が日84戦団で、 文字に到着する前日の1月12日、アメリカ第38任務部隊は南シナ海に侵入して各地で空襲を仕掛け、先86戦団などを壊滅させた。南方からの輸送ルートが風前の明かりになったことを受け、1月20日付で南港作戦が発令される。この時点で南方にいた輸送船やタンカーは元より日本本土にあった輸送船や タンカーも順次南方に送り込まれることとなった。東亜丸は日本から送り込まれる船団の第三陣としてタンカー、東方丸、特設運送艦、聖川丸と共に、九十三船団を編成し、1月29日に文字を出港。九十三船団は途中、東方丸が引き込みなりして離脱するなどを被害を受けたが、2月12日に湘南に到着した。 石油類15,800トン、鈴などを搭載し、特務艦、ハリオと共に、非94戦団を構成して2月23日に、湘南を経つ。途中で農務により、ハリオと分離したが、第18号解剖艦と共に3月2日に、ニレバヤ市に入港。2日後の3月3日朝に高校を再開するが、ハリオが、味方嫌い関に入り込んで、食来し沈没して、 戦団は、東亜丸と護衛艦のみとなった。以後、中国大陸と朝鮮半島の沿岸部に沿うように北上し、3月14日に、無事文字に到着した。東亜丸は、戦火に遭うことなく、終戦を迎え、一トルコリラ型の中では、橋立丸と共に生き残ることができた。終戦後は、GHQ の日本商船管理局によりスケージアップ。 X063 の管理番号を与えられた。戦争は終わったが、日本近海には、飢餓作戦で投下された機雷が多く残されていた。戦争末期から総海を行っていたが、投下された機雷のうち磁水圧機雷は投下した。アメリカ側ですら、総海不可能というほどの難物であった。そこで、GHQ は、試行船を活用して、磁水圧機雷を探り当てて総海することとし、 因島にいた、東マ丸が、その第1号線として指名された。1946年1月10日、東マ丸は、第2福音省に徴用され、呉地方福音局所間の総会船となる。東マ丸は、原則に GP-1 と表示し、バラストとして、海水5000トンを積み込んで、当初は固有船員、昭和21年3月からは、 旧海軍軍人が乗り組んで関門海峡や瀬戸内海で運用された。幅1000メートルの海域で100メートル幅につき水深20メートルまでは4回、40メートルから50メートルの水深では9回、50メートルから60メートルの水深では15回と降下回数が定められ、船体に通電しながら磁気水圧嫌いの有無を探知していった。アマルは幸いにして事故はなく、 1947年11月15日に徴用解除となり、翌12月に試行船としての任務を終えた。1948年7月、GHQ は日本に残されたタンカーを動員して、ペルシア湾沿岸からの石油輸送を行わせることとした。8月5日、横浜出港の橋立丸に続き、東亜丸は8月7日に横浜を出港。 1950年勃発の朝鮮戦争の際には、アメリカ軍に3ヶ月間徴用された。その間の6月30日、東アマルは佐世保重工業で整備中だったが、アメリカ海軍士官が訪れて、重油を搭載して博多港に開港するよう命令を与えた。整備中ゆえ、船長は休暇で東京行きの列車に乗っていたが途中で連れ戻され、東アマルは、 命令通り博多に開港された。アメリカ軍の徴用解除後、イーノ海運では、スタンダードバキューム及び、東亜燃料工業と提携し、両者向けの原油輸送に当たることとなった。東亜丸が、この輸送に寄与されることとなり、昭和25年11月20日に、神戸を出港して、サウジアラビアのラスタヌラに向かった。その後も、東亜丸は1956年までの間に、 ペルシアンとの間を30公開、北アメリカとの間を5公開を行い、日本を介さない三国間輸送も急公開いった。東亜マルは昭和31年9月に系列会社の内外海運に売却され、以後もイー海運の要請として石油輸送を行っていたが、1962年10月にアラビアでステーションタンカーとして形成され、1963年2月に 解体のためシンガポールのマライアン社に売却された。林光一第二福音館、1946年1月10日から1946年2月20日、大田春夫第二福音館、第二福音事務館、福音事務館、1946年2月20日から1947年11月15日、日本における、企業艦隊計画で、唯一成功とみなされた船。 昭和16年度の輸送量は不明。戦後竣工の流放丸は日本郵船に割り当てられたテグ丸を戦後購入したものであるため含まない。ありがとうございます。